さて乗れるんかな、わからん、あ、知らん間にこっち来てた。どう、え、ちょっと待って、始まった、始まりましたね、始まった、これ右だね、またこの手袋ちょっとやりづらいな、慣れるまで、慣れる、もっと伸びないかな、使ってるうちにな、曲がってくるからちゃんと、ほんと、うん、お家でもっとにぎにぎしとけばよかった。さて今日はですね、初の県外へ行くと、はい、大阪府から出ると、はい、どこへ行くんですか。京都の道の駅、京都ですね、はい、だから、京都やけど一回奈良をちょっとくぐるねんな、ピュッと、そうみたいね、で京都のもうほんま奈良寄りんとこやから片道一応1時間半ぐらいで行ける予定やけど、うん、まあゆっくり行くから2時間ぐらいかけて行ければいいんちゃう、12時ぐらい到着で、そうだね、行きまーす、はい、左曲がります、はい、指示器出して左後ろ後方確認、はい、ギア1個下げる、そしてゆっくり曲がっていきます、はい、曲がる、おーおー、やばいやばいやばい、おーおーおー、お回りしてる、大丈夫か、やばいやばいやばい、逆車線の方でもびっくりしてるぞ、はい、ゆっくり曲がっていきます、はい、中間ですね、中間、どうですか、緊張する、後ろは来てないし、前もおらんし、本当、あと 5.4 キロで高速乗っていきます、はい、飛ばされたかもしれない、なんて、聞こえへん、飛ばされた、え、聞こえないの、やだー、聞こえてるよ、聞きましょうかい、ちょっとやめてよ、怖いだから安心してよ、ちょっと取れないかもしれない、下で行くほな、あ、プラスさん、これ今さ60キロでこの風でしょ、ちょっと無理だわ高速は、な、下道行こうか、うん、ちょっと怖いわ、そやね、うん、結構風強かったからさ、え、風強かったから、そりゃ怖いわ、うん、曇らんやろ、ガラスも、うん、曇んない、めっちゃいいやろ、めっちゃいい、密閉された感じで、うん、すごい鼻水出てるじゃないですか、うん、これでもな、俺の方にカメラを向いてないからわからんねんいつも鼻水出てるから引き笑いだったら、へへへって60キロくらいさなあかんよね、ね、じゃあ今日は奈良にはね、大阪桐蔭を横目にしながら行きましょうか、はい、え、あの道って結構グネグネしない、大丈夫、あそこしかないね、え、大丈夫かな、うん、か高速か、あ、どっちがいい、いや、どっちも怖いな、あそこ結構だって大丈夫、ね、大丈夫、え、本当、うん、信号ないし、え、行けるかな、行ける行ける、もう怖かったらどっちで帰ってくればいいもんね、うん、お、みんなスライディングしてきた、スライディングじゃねえや、なんだっけ、リードリード、リリリリリリ、お、塩素専用になったやん、そうなんで、よく来たらね、進出するから、そっか、調子乗ったからな、あった、あった、今度あった、ほんまね、この高速でも乗るか言うてんけどね、ちょっとさすがに無理ですね、やば、めちゃくちゃ風強いね、うん、高速もっと強いね、ね、よかった、今日高速行かなくて、あ、そっか、止まります、はい、なんかこれずっと戻れ戻れって言うんだけど、あれ、あ、雪降ってる、みぞれじゃない、いや雪や、寒いわけやん、今日えら薄着で行こうとしてはったけどよかったね、うん、あったかい格好しといて、てかこのヌプチ弾かなくない、弾かないよね、多少やったらいいやろうけど、やばくない、俺もそれで、そんなでも川やん一応、川は濡れたらあかんのよ、そっか、あれちょっと降ってるよね、もう帰る、帰るか、もうちょっと行ってから帰るか、もうどうする、ちょっとどっかで作戦会議する、あ、ちょっと怖なってきた、うん、あ、トンネルです、あ、パストンネルですわ、どんな泣け長いんだろう、あ、怖いな、何キロって入ってるよ、トンネルは、怖いな、怖いな、行けるかな、稲川純子ちゃん、ちょっと前、はい、1116メートルです、1キロ、1キロ、綺麗なトンネルだね、あ、よかった、怖くない、うん、怖い、あ、怖いの、うん、さあ、山を越えていきます、はい、
天気向こうは良さそうやけど。確かに晴れてくれたらいいな。ねえ、晴れてくれたらいいね。バイク疲れたけどよかったね。うん、今度は車で来て食パン買おうか。そうしよう。かなき今日 ZV-1 忘れてカメラ。あ、うまいい。寒かったからね。どこで心折れかけた？パン屋？と言いますと？渋滞ってなに？渋滞してずっとなんか、ああ、ゆっくり？なんか下道やからな、しゃあない。帰りたくなった？何も達成しない、ファンも行ってないし、行ってないけど。今現在街です、食堂街。うん、じゃあちょっとそば食べてよ。じゃあそば。そばじゃないする？普通のそばだ。あれ、お茶の味しないの？あんま分からん。あら。スープつけるからかな。ああ。え、カレーとかちょっと食べてくんない？早く私も食べたいんだから早くやってよ。3日間煮込んでるカレー。どう？うん、うまい。よかった。カレー絶対好きだ。ほんと？たまらんと思う。じゃあ食べます。うまいから。カレーのために来たって言っても過言ない。カレーやろ。うん、いける？こっち？うん、すごいひげが長いの人。仙人や。ベンチ座ってる人。お前な、あれバイク乗ってる人にしか見えてないんで。言っとけど、ほらヘルメットかぶってるやろ。あれバイク乗ってる人にしか見えてないから。あ、そうか。うん、ヘルメットかぶってるの見える？あれ俺らにしか見えてないから。あ、そうなんだ。うん、車乗ってる人らには見えてないの。ちょこんと座ってるけどね。これこっちに切ればいいよね。うん、そのスピードでようやっててんな。え？現在時刻1時50分なので、だいたい4時ぐらいをめどに、まあ途中休憩もあるやろから、はい、入れたらいいかなと思います。ちょうどバイク返却も5時やった？5時。あ、ちょうどいいやん。リクごめんね。え？リクごめんね。もう全然よ。ありがとう。自分で持ってきたんだから、せめて先ね、責任持てて感じだよね、最後まで。まあまあまあ、いつものことやから。ごめんなさい。慣れてるよ。ありがとう。優しい。優しいとかじゃなくてな、うん、もうなんかたまにコメントとかでもさ、優しいですって言うけど、全く優しいとかじゃなくて、もうそういうもんやと思って割り切ってる。すいませんね。俺は旦那兼保護者であると思い込んでるから、別にそういうことでなんかイライラもせえへんし。すいませんね。ああ、手振ってくれてたからお辞儀した。あれ手振ってくれた、手振り返せばいいの？あれがやえやん。え、手振り振りがやえなの？そうや。あ、私さ、こぶで突き上げるのがやえだと思ってた。違うよ。あ、そうなんだ。うん、手振ったり、まあ、こぶし突き上げたり何でもいいねんけど、うん、そう、なんかあの元気みたいなのがやえ。元気元気。
どうですか、まあそろそろ動画締めにしたいんやけどもさ、うん、走ってみて、県外まで。いや、ちょっと頑張っちゃった。なんて？ああ、頑張ったなんて？ね、いやちょっと頑張りすぎちゃった。頑張りすぎた？うん。これ、帰ったらもう無断やな、多分。いや、もう無断よ、今ですらもう無断だね。に帰りましょう。そうだね。で、違う県行ってみてどうでしたか？そうね、県またぐってそんな大変なんだなって思った。ああ、そうやね、ちょっとずつ慣れていったらいいね。そうね。で、トンネルとかもさ、車が乗ってる時もちょっと怖いけどさ、やっぱ毎日もさらになんていう速度が分かんなくてさ、ちょっと怖さまだあるね。あ、ちょうどトンネル入りましたけど。はいはいはい。なんか一気にスピードがめちゃくちゃ速く感じない？トンネル？うん。トンネルってな、人間無意識にスピード上がるからな、ほんで。ああ。だ、俺さっきからずっと行ってやって、トンネルも行ってやけど、うん、君結構近づくねえな、トンネルの時は。まだ出ちゃってんだ。うん、スピード上がってんねえ、そっちが。人間の心理って怖いな。そんなんどうでもいいねんけど。ああ、まあまあ、ほんなら楽しかったね、ことか。ああ、楽しいよ。いつも帰りになるにって楽しいじゃんね。行きは全然楽しいんだけど、帰りになったら楽しくなる。そっか、うん、慣れてくれんな。そう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 。まあ来月になったらもうちょっと暖かいんちゃうかな。ああ。3月はちょっと寒かったな。うん、京都寒かったね。ああ、確かに余計 な最近もその暖かい感じだったからさ、バイク乗りたい乗りたいって思ってたけどさ、今日やっぱ寒かったからさ、乗りたいなんて思うんじゃなかったと思ってた。調子乗った。そうそうそう、もうちょっと4月ぐらいがいいかもしれない。そうやね。まあ次は桜を見ながらツーリングでもしましょうよ。ああ、いいじゃん。ね。そうしましょう。はい、ということでね、こんなトンネルの中ですが、まだトンネル出口見えないので、ここで終わりにしたいなと思います。はい、はい、ということでですね、本日は嫁と初めて県外にツーリング行ってみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。やえや、お辞儀しといた。